ルバスールのジョリー・ロジャー。数少ない白地の海賊機。オリビエル・バスールは、フランスの海賊。ラブーシュとして知られる。ナッソーの海賊共和国の一員であり、後に、海賊就航を行って、ポルトガルの船から、莫大な財宝を略奪した。戦闘の際に片目を負傷し、眼帯をつけていたとされる。大同盟戦争の間に、 カレーの裕福な家で生まれたルバスールは優れた教育を受け海軍士官となった。スペイン継承戦争ではルイ14世より死略免許を与えられフランスの死略船長として活動した。彼は戦争が終わっても祖国には帰らず海賊船ポスティリオン号の船長として海賊行為を行い1716年にはベンジャミン・ホーニゴールドの海賊団に加わった。 フライングギャングの一員として、ニュープロビデンス島で活動し、黒げやチャールズ・ベイン、ヘンリー・ジェニングスなど、同時期の有名な海賊たちと行動を共にした。ジェニングスが率いる沈没した、スペインの財宝船から、ピース・オブ・エイト・銀貨を略奪する攻撃にも参加したと、される。キューバ周辺での海賊行為の後、ホーニゴールドのイギリス籍の船は襲撃しないという。 心情によって一味は分裂し、ルバスウールはサミュエル・ベラミーやポールス・グレーブ・ウィリアムズの一派と共に一味から離脱することになった。1717 17年、ルバスウールたちは少しの間行動を共にしていたが、アメリカ海岸を襲撃するためにこれもまた分裂してしまう。ルバスウールは200人の乗組員を率いてニューイングランドやメキシコ湾で海賊行為を行った。 ブランキラ島でイギリス軍艦 HMS スカーボロ号から逃走したルバスールは西アフリカへ向かい1719年から1720年にかけてハウエル・デイビス及びトマス・コクリンと行動を共にした当初ルバスールは微ー14門の船でデイビスの船を攻撃しようとしたが相手が同業者であることを知るとより良い船を手に入れるまで一緒に航海してほしいと頼み デイビスもこれも快諾した。シエラ・レオネでは、コクリンが仲間に加わり、一行は、ルバスールのブリガンティン戦で、ウィダーの砦を攻撃して占拠した。港に船が入港した時、一行はそれを打破し、デイビスは、当初の約束通り、ルバスールに船を与えた。作戦会議の結果、一行は沿岸を下っていくことになったが、親密な関係はいつまでも続かず、ついには、 討論ににに発展してししてまったたデイビスは一行をを解散するるこことと決めそれれぞ別の取1721年4月、船の指揮権をエドワード・イングランドから奪ったジョン・テイラーと合流したルバスールは、レユニオン島のサンドに似て、インド南西沿岸のゴアを出港後、嵐でマストが折れて、港に避難していたポルトガル船、ノッサ・セニョラ・ドカボ号を発見した。 カボ号には、東洋の財宝のほか、ゴア復王エリセーラ博剣、ローリサルコールイスデメネゼス、そしてポルトガル王に届く、はずのダイヤモンドを満載していた。一味は、カボ号を攻撃し、乗船していたエリセーラ博尺も、勇敢に応戦したが、白兵船で剣を折られて、ようやく降伏した。博尺はこれにより、大きな損失を被った他に、貴重な、オリエントの文書類を、 銃の詰め物にするために奪われ、さらにダイヤモンドが失われたことに腹を立てた、ポルトガル王により、宮廷を追放されてしまった。カボゴを奪った一味は、サントマリー島に向かい、当地で略奪品の分配を行った。ダイヤモンドだけで50万ポンドもの値打ちがあり、それ以外の積み荷の価値も37万5千ポンドに、上った。乗組委員は、 それぞれ4000ポンド以上と一握りの宝石を受け取ったという。レユニオン島サンポールにあるルバスールの墓1724年、ルバスールはインド洋のすべての海賊に与えられる恩赦を受けるため、交渉者をレユニオン島に派遣した。しかし、フランス政府はルバスールが得た略奪品の大部分を取り上げようとしていたため、この恩赦を無視してセイシェルに落ち着くことにした。 ルバスールは1730年にかつてマダガスカルの海賊の基地であったトラニャローで当局によって逮捕された。彼は数年前にポルトガルの財宝船を略奪したサンドニーに連行され、7月17日午後5時、海賊行為のために公主刑に処された。彼の墓は後年に観光スポットとなった。伝説によれば、公主台に立ったルバスールは、 暗号文が入ったネックレスを群衆に向かって放り投げた。そして解読できるものは私の宝を探せと叫んだ。このネックレスは失われたがトレジャーハンター派たちは暗号解読を試みている。セイシェルのトレジャーハンター、レジナルド・クルーズ・ウィルキンスはルバスールの謎に挑戦し暗号がフリーメイソンのシンボルに基づいている可能性を発見した。財宝は ヘラクレスの12の工業、デメゲトン、王道体に基づいた複雑な暗号に従って隠されていると目される。ありがとうございます。